この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、岸の里玉で、長里木津川、大阪港方面行きです。大阪港までの停車駅は、岸の里玉でまでの各駅と、長里木津川、大阪港です。途中、鶴巻には止まりませんのでご注意ください。発車までしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございます。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、岸の里玉で、長里木津川、大阪港方面行きです。次は、鶴ヶ丘、鶴ヶ丘です。JR 阪和線はお乗り換えです。まもなく、鶴ヶ丘、鶴ヶ丘です。JR 阪和線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、西田鍋、西田鍋です。地下鉄御堂筋線はお乗り換えです。まもなく、西田鍋、西田鍋です。地下鉄御堂筋線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、姫松、姫松です。阪海線はお乗り換えです。まもなく、姫松、姫松です。阪海線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、岸の里玉で、岸の里玉でです。南海本線、南海高野線、南海塩見橋線はお乗り換えです。岸の里玉でお出ますと、次は、長里木津川に止まります。まもなく、岸の里玉で、岸の里玉でです。南海本線、南海高野線、南海塩見橋線はお乗り換えです。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、長里木津川、大阪港、重曹方面行きです。岸の里玉でお出ますと、次は、長里木津川に止まります。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、長里木津川、大阪港、重曹方面行きです。次は、長里木津川、木津川です。大正線はお乗り換えです。長里木津川を出ますと、次は、大阪港に止まります。まもなく、長里木津川、木津川です。大正線はお乗り換えです。長里木津川を出ますと、次は、大阪港に止まります。この電車は鶴巻には止まりませんので、お乗り間違いのないようご注意ください。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、大阪港、大阪港です。地下鉄中央線はお乗り換えです。まもなく、大阪港、大阪港です。地下鉄中央線はお乗り換えです。コスモスクエア方面はこの大阪港のみが乗り換え駅となります。ご注意ください。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、旭尾橋、旭尾橋です。地下鉄中央線、本町、森の宮、長田方面はお乗り換えです。まもなく、旭尾橋、旭尾橋です。地下鉄中央線、本町、森の宮、長田方面はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、重曹、清水、横堤方面行きです。次は、安治川口、安治川口です。JR 夢咲線はお乗り換えです。安治川口を出ますと、次は、電報に止まります。まもなく、安治川口、安治川口です。JR 夢咲線はお乗り換えです。安治川口を出ますと、次は、電報に止まります。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、電報、電報です。阪神難波線はお乗り換えです。まもなく、電報、電報です。阪神難波線はお乗り換えです。西九条、大阪難波方面はこの電報のみが乗り換え駅となります。ご注意ください。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、姫福通り、姫福通りです。阪神難波線、尼崎方面はお乗り換えです。まもなく、姫福通り、姫福通りです。阪神難波線、尼崎方面はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、西姫島、西姫島です。阪神本線はお乗り換えです。まもなく、西姫島、西姫島です。阪神本線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、三手島、三手島です。JR 東西線はお乗り換えです。まもなく、三手島、三手島です。
JR 東西線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、塚本です。JR 神戸線、JR 宝塚線はお乗り換えです。まもなく、塚本です。JR 神戸線、JR 宝塚線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、重曹です。伊丹空港線、阪急神戸線、阪急宝塚線、阪急京都線はお乗り換えです。まもなく、重曹です。伊丹空港線、阪急神戸線、阪急宝塚線、阪急京都線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、清水、横堤、長田方面行きです。次は、西中島南方、西中島南方です。地下鉄御堂筋線はお乗り換えです。まもなく、西中島南方、西中島南方です。地下鉄御堂筋線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、南国島です。阪急千里線はお乗り換えです。南国島を出ますと、次は白北公園通りに停まります。まもなく、南国島です。阪急千里線はお乗り換えです。南国島を出ますと、次は白北公園通りに停まります。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、白北公園通りです。東大阪線、JR 大阪東線はお乗り換えです。次の、白北公園通りで急行列車と連絡を行います。まもなく、白北公園通りです。東大阪線、JR 大阪東線はお乗り換えです。この駅で急行列車と連絡を行います。清水には急行が先に到着しますが、横堤、徳庵、長田、八重の里、水戸、JR 平野にはこの準急が先の到着となります。なお、この電車は、花博記念公園北口には止まりませんので、ご利用のお客様は、この駅で急行にお乗り換えください。左側の扉が開きます。ご注意ください。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、清水、横堤、長田方面行きです。長田までの停車駅は、千林大宮、千林、清水、横堤、徳庵、長田です。途中、花博記念公園北口には止まりませんのでご注意ください。発車までしばらくお待ちください。次は、千林大宮です。地下鉄谷町線はお乗り換えです。京阪本線へお乗り換えの方は、この次の千林でお乗り換えください。まもなく、千林大宮です。地下鉄谷町線はお乗り換えです。京阪本線へお乗り換えの方は、この次の千林でお乗り換えください。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、千林です。京阪本線はお乗り換えです。まもなく、千林です。京阪本線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、清水です。地下鉄今里筋線はお乗り換えです。清水を出ますと、次は、横堤に停まります。まもなく、清水です。地下鉄今里筋線はお乗り換えです。清水を出ますと、次は、横堤に停まります。この電車は、花博記念公園北口には停まりませんので、お乗り間違いのないようご注意ください。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、横堤、長田、平野方面行きです。次は、横堤です。地下鉄長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。まもなく、横堤です。地下鉄長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、徳庵です。JR 学研都市線はお乗り換えです。徳庵を出ますと、次は、長田に停まります。まもなく、徳庵です。JR 学研都市線はお乗り換えです。徳庵を出ますと、次は、長田に停まります。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、長田です。FT 八田線、地下鉄中央線、近鉄京阪奈線はお乗り換えです。
まもなく、長田です。FT 八田線、地下鉄中央線、近鉄京阪奈線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、平野、富士鉄針中野、長里木津川方面行きです。次は、八重の里です。近鉄奈良線はお乗り換えです。八重の里を出ますと、次は、水戸に止まります。まもなく、八重の里です。近鉄奈良線はお乗り換えです。八重の里を出ますと、次は、水戸に止まります。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、水戸です。近鉄大阪線はお乗り換えです。まもなく、水戸です。近鉄大阪線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、木摺上北です。東大阪線、JR 大阪東線はお乗り換えです。木摺上北を出ますと、次は、JR 平野に止まります。まもなく、木摺上北です。東大阪線、JR 大阪東線はお乗り換えです。木摺上北を出ますと、次は、JR 平野に止まります。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、JR 平野です。FT 東西線、千日前延伸線、JR 大和路線はお乗り換えです。次の、JR 平野で急行列車と連絡を行います。まもなく、JR 平野です。FT 東西線、千日前延伸線、JR 大和路線はお乗り換えです。この駅で急行列車と連絡を行います。なお、この電車は、鶴町には止まりませんので、ご利用のお客様は、この駅で急行にお乗り換えください。左側の扉が開きます。ご注意ください。この電車は準急、大阪市外環状線外回り、富士鉄針中野、岸の里玉で、長里木津川方面駅です。長里木津川までの停車駅は、岸の里玉でまでの各駅と、長里木津川です。発車までしばらくお待ちください。次は、長里中野です。今里南線、長井線はお乗り換えです。まもなく、長里中野です。今里南線、長井線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は、富士鉄針中野です。FT 南北線、近鉄南大阪線はお乗り換えです。まもなく、富士鉄針中野です。FT 南北線、近鉄南大阪線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。この電車は、準急、大阪市外環状線外回り、岸の里玉で、長里木津川、大阪港方面行きです。大阪港までの停車駅は、岸の里玉でまでの各駅と、長里木津川、大阪港です。途中、鶴町には止まりませんのでご注意ください。発車までしばらくお待ちください。